当チャンネルへようこそ。ナビゲーターのドロップです。さて今回のお話は、日本百景にも指定された四季折々の風景を楽しむことができる北海道を代表する美しい湖、洞爺湖。この湖は前回ご紹介した山梨県本栖湖の怪物モッシーや、北海道屈斜路湖のクッシー、鹿児島県池田湖のイッシーと並び、巨大な水生未確認生物が生息しているのだと言われている。この3種と比べかなりマイナーにはなるのだが、元となった存在は古代からアイヌたちにより伝説として語り継がれている歴史ある怪物であるのだという。今回はこの洞爺湖の怪物についてご紹介する。北海道南西部洞爺湖。ここは虻田郡洞爺湖町と有珠郡壮瞥町にまたがる、東西およそ 11km、南北およそ 9km のほぼ円形のカルデラ湖として知られ、湖面積は日本で9番目、カルデラ湖としては屈斜路湖、支笏湖に次いで日本で3番目に大きな湖だとされる。周辺が支笏洞爺湖国立公園に指定されており、有珠山、昭和新山、洞爺湖温泉などがあり、北海道有数の観光地として知られ、国内外から多くの観光客がここを訪れている。また湖のほぼ中央に見える島々は、およそ5万年前に起きた湖底噴火の隆起により誕生した。そして昔からこの湖にはアイヌたちにより翼を持つ怪物が住んでいるのだと語り継がれている。その名はアイヌの言葉でホヤウカムイと呼ばれ、迂闊にこの怪物の名を口にしてしまうと災いが起きるとして恐れられている。またホヤウカムイはひどい悪臭を放つことでも知られ、その悪臭によりそれが通った道の生物は死に絶え、草木も枯れ果ててしまうのだと言われている。そんなアイヌたちの畏怖の対象であるホヤウカムイであるのだが、時には人間の守り神となることもあり、地元に伝わる民話では、ある時災いの神が洞爺湖近隣の村々で天然痘を流行させたところ、それから逃れようと村人たちが洞爺湖の湖畔までやってくると、湖から現れたホヤウカムイがその悪臭で疫病神を追い払い彼らを救ったのだと言われ、それ以来村人は流行り病があるたびに守り神としてホヤウカムイに祈りを捧げてきたのだという。ホヤウカムイの身体的特徴については、翼を持つ大蛇というのが一般的であるのだが、時に翼を持つ巨大な亀に似ているとも伝えられており、両者とも翼を持つ爬虫類的なフォルムをした生物というのが共通している。また体色は薄い黒色で、目と口の周りが赤く縁取られ、太い胴体と小さな頭部、短い尾を持つのだと言われている。しかしこのホヤウカムイとはあくまでも古代アイヌにおける伝説の怪物という位置づけであるのだが、時は過ぎ、時代は昭和半ば、洞爺湖ではこのホヤウカムイとおぼしき謎の生物が実際に目撃されていたのだという。次に洞爺湖の怪物について目撃情報をご紹介する。1946年頃、国鉄職員の A 氏が洞爺湖の湖面に浮かぶ謎の生物を目撃。これがこの湖における謎の生物の記録に残る目撃情報の始まりだとされている。1977年4月、洞爺湖の湖畔に立つホテルの改装工事に携わっていた塗装会社を経営する Y 氏と、その社員複数名が湖面を体をくねらせながら前進する謎の生物を目撃。その生物はまるで大きな丸太のようで、上下左右にくねるように水面を進んでいたのだという。また、Y 氏らは最初に目撃して以来、これと同種とおぼしき謎の生物を洞爺湖で複数回目撃している。そして、翌年の1978年2月11日には、道央南部の伊達市から洞爺湖へとドライブに訪れていた S 氏が、湖畔のドライブインから双眼鏡で湖面を眺めていると、湖の中央にある弁天島付近に黒い物体を目撃。当初丸太のようなものが立っているように見え、それが左右に揺れながら水面を進んでいたのだという。
時間にしておよそ10分間目撃していたのであるのだが、やがて視界から見失ってしまった。 SC 曰く、それは動物のように見えたが頭部までは確認できなかったのだという。これら昭和に洞爺湖で目撃された謎の生物は、当時世界中で話題となっていたイギリスネス湖の未確認生物ネッシーにあやかり、トッシーと名付けられ、世間を賑わせていたのであるのだが、およそ数十年前からその目撃は皆無であり、現在においては生存しているのか否かも不明である。洞爺湖の怪物のその正体については、一部の研究者たちからは湖を渡る途中のエゾシカの誤認といったものから、湖底の倒木が天然ガスにより吹き上げられたというもの、またウナギやイワナなどの魚類が巨大化したものではないかという説がその候補に挙げられている。しかし冒頭でもご説明した洞爺湖にはアイヌの伝説の怪物ホヤウカムイが古代から語り継がれているため、今回はそれがその正体だと考えてみることにする。それではこのホヤウカムイとは一体何なのであろうか。翼を持つ大蛇や巨大な亀のような爬虫類的なフォルムで、体色は黒く太い胴体と小さな頭部、短い尾を持つ生物。この件については以前このチャンネルでご紹介した動画、近代まで北方海域には首長竜がいたにて、化石の研究家ユージ氏の推測により少し触れたのであるのだが、身体的特徴から想像するに、ホヤウカムイの翼というのが実際には足ヒレであった場合、その姿は首長竜のフォルムに近いように思われ、正体としては北方海域にそのルーツがある首長竜の一種で、昭和にはトッシーと名を変え、再び人々の前に姿を現した一個体ではないだろうか。いかがだったでしょうか。洞爺湖の怪物ドロップがこの怪物について一番疑問に思うのが、近代での目撃が昭和の半ばの一期間だけに集中していたことです。1946年以前からも定期的に目撃されていれば、いろいろと推測もできるのですが、アイヌの伝説だと呼べる時代から昭和の半ばとなると、数百年くらい目撃されていない相当な年月が経っているはずなので、その長い空白の期間、一体どうしていたのかという謎が残ります。確かに伝説の怪物ホヤウカムイは首長竜にルーツがあるように推測できますが、伝説の時代から人知れず、それは洞爺湖にいて昭和の半ばまで見つからなかったということなのでしょうか。もしくは近代に現れたトッシーと呼ばれる未確認生物はホヤウカムイと別種の存在なのでしょうか。さらには洞爺湖の流出河川からこの昭和の一期間だけ出入りしていたということなのでしょうか。今回この動画では、ドロップがホヤウカムイとトッシーを同種として考えてみた考察会なのではございますが、それを自身で覆すほど目撃されていない空白の期間のことを考えると、その謎が深まってしまいます。ホヤウカムイとトッシーとは一体何者で、どこから来てどこへ消えてしまったのでしょうか。皆様はいかが思われますか。今回の話は以上となります。いやー、オカルトって本当に面白いもんですね。またお会いしましょう。